みんなに適用されるはずのルールが適用されない者がいる。戦争が終わってしまえば英雄は危険な存在だ。だから殺害する。短絡的だけど効果的。結局軍にとって都合がいいのは死んだ英雄だけなんだ。アレックス、問題だ。マティアス・トーレス艦長を止められる可能性は？艦長と3本線、どちらをシンギュラリティとするかによる。2人ともだ。シンギュラリティが2つある空間では何が起こる？今のリソースでは計算に約7ヶ月。遠く離れた彼らにかけるしかないか。デイビッド、逃げるべき。いや、この場所でやることがある。エルジア軍がアリコーンのスペックをやっと一部よこしました。この辺の基本性能は予想通りでした。興味深いのは、これ。敵は主砲以外に128口径600ミリレールキャノンを装備しています。砲身は70メートルを超えます。そして射程約3000キロ。アンカーヘッド港への砲撃から計算した数値と一致します。彼らが入手したと思われるミニニュークですが、核出力1キロトン。弾着点より半径400メートル以内の敵を破壊できます。直接の犠牲者は数万人。俺は口にすべきこととそうでないことをわきまえてる人間だ。だがあえて言うぜ。思ったより被害が少ないな。さすが、この演説を覚えていますか？我が艦はこの秀才な戦争をエレガントした最終的を忘れ能力を、我々が奪う命の数、世界は驚愕するだろう。そして自ら武器を置くだろう。1000万人を殺すはずだった武器。この言葉のイメージと想定される被害との間にはギャップがあります。さてと、ここで問題だ。残念ですがクイズはお休みです。敵は9月19日に核を撃ち込みます。なぜわかる？その日が大陸戦争の終戦記念日だからです。現在オーレットでは反戦デモと戦勝デモの両方が盛り上がってます。参加者は100万人規模。記念日当日はもっと増えます。ただしこの核砲弾は威力が小さい。彼らが望む結果を得るには針の穴に糸を通さなきゃいけない。終末誘導が必要だ。それGPS も使えないのにどうやるつもりなのか。うだうだ考えてる場合か。潜水艦さえ沈めちまえばだね。短絡的ですが効果的です。では今度はこれをアリコンの予想進路です。アンカーヘッド沖合を出発し、9月19日までにオーレットを射程に入れなくてはならない。ロシアとその同盟国の音響監視システム並びに艦船による探知を避ける。かつ最大先行進路を決める。ルートはこれしかない。アリコンはアザレア改ざん列に沿って進み、EX80443 という味気ない名前の海域に到達します。この海域は海底山脈と周辺の島しょのために水深が浅い。釣り糸を垂らすならここだ。到達日時もおおむねわかる。よく割り出せたな。でもこの海域を抜けられるとピアニー海溝です。彼らは最大先行進路600メートルまで潜る。追跡はできません。よし、作戦内容を説明する。よく聞け。俺たちの任務は哨戒機と協力してアリコーンを発見することだ。まず第一段階、複数の哨戒機がその部位をばらまき、その部位バリアを形成する。第二段階、そこから得た情報を解析し、アリコーンがいる可能性のある場所を絞る。解析結果はデータリンクされ、レーダー情報に重ねて表示される。最終段階はトリガー。お前に潜水艦を探してもらう。特殊な MAD 磁気探知機が1機だけ用意できた。これをトリガーの機体に搭載する。アリコーンがいる可能性のある領域を飛び回る。真下に潜水艦がいれば MAD が見つけてくれる。それとレーダーには海図も表示するから活用しろ。アリコーンを発見できたら味方艦隊がアスロックを一斉発射。撃沈だ。外した場合は作戦に参加する艦隊は4隻です。2発目にかける余力はありません。メンバーはどうする、ワイズマン？今回は俺以外全機出撃だ。分かったらさっさとその重いケツを椅子から引っぺがせ。No, Kriegerlein is SU-75 Checkmate.さて、宝探しだとりがワクワクしてきたぜ。おい、ふざけてんじゃねえ。カッカするな、風船。俺たちがしくじれば何が起こるか、それはちゃんと分かってる。こちら総会インスペクターは我々がその分バリアを展開する。以外は覚悟してる。だからこんなに総会機がいるんだ。計算ではでも残れば敵戦の位置を回避できる。そういう計算は好きじゃねえ。お前もそうだろ、トリガー。私そうだ、他のやつらもだ。やはり来たぞ。ルクソンの敵機を探知。これはアリコーンの艦載機だ。トリガー、お前が先頭だ。哨戒機を守れ。電気トリガーに続け。エルコ、了解した。了解。ラジオ、了解した。ストライダー2、エンゲージ。サイクロプス2、エンゲージ。ストライダー2、エンゲージ。頼るしかない。頼む。あと少しだ。楽器警戒。レーダーに新たな敵を確認した。やらせっか。そうかな。UAV が取れない。首としたらすべて。こちらは一度表現を感じたことでしょうか。こちらはいつものでは難しいはずです。不意の時に散髪する最初と敵がまだ絡んでくる。あなたしらこちらと別なすべての敵が攻撃を受けた。消化に囲まれる目的俺らの手術が無理と消化器がまずい状況だ。新たな敵を確認。ミサイルを撃ち止めろ。やっぱり消化器を狙ってきやがる。だから、これ以上与えられないの。何のためのコインが種になって守るんだ。見て見て見て。紹介機が撃墜された。残った機を守りきるんだ。機が非常に安全だ。消化で結ばれる鳥がミサイルの話がオンに切る。よくやったよくやった。あら、回避の時カーテンの人この火葬火線量、コロブイバリアが完成した。増加に完了。アリコート航行可能範囲をデータリンクする。了解。レーダーマップに探索範囲を表示した。その円の中にアリコーンがいる。 MAD を起動。マット上部にインジケーターの波形が出ているな。探索範囲の中を飛び回って波形に変化が出る場所を探すんだ。こいつは本物の宝探しだぜ。トリガー以外はそこの事態に備えて空中警戒待機だ。行けトリガー、雑魚は任せろ。 MAD は速度が速いと機能しない。時速 800km 以下で飛行してくれ。ミサイル発射。 UAV を破壊。広い場所を探知できる。低く飛ぶんだ。あんなでかい図体してどこに隠れやがった。トリガー、速度を落とせ。っている。トリガー、探索エリアを送る。逃がすな。マチコンは海溝をつながってきてる。危険ありません。急げ。大丈夫だ。トリガーはもう動いてる。新たな敵 UAV を確認。アリコーンから射出された模様。水中発射できるのか。来てもいい。落とせばトリガーが楽になる。ストライダー、サイクロプス、残り時間が少ない。心配すんな。トリガーが間に合わせる。トリガーに援護されっぱなしなのに、くそ、たまねえ。急げトリガー、頼むぞ。しかし見つかるか。かなり難しいぜ。やるしかねえ。ランサー、九十方向の敵機を引きつけろ。巨大な鉄の塊だ。必ず反応する。よく探せ。あとは時間との戦いだ。間に合わせるぞ。どうせダメだ。まだチャンスはある。よし、釣り上げた。 MAD に反応あり。いいぞ。ストライダー1が潜水艦アリコンを発見した。こんな戦いがあったね。まだ終わっちゃいねえ。とどめを頼むぞ。目標の座標を取得。目標座標最重力確認。垂直発射型圧力。攻撃準備始め。VLA 攻撃用意。射程方向クリア。用意用意。ジェンダー発射しろ。撃て。ミサイルアウェイ。対戦ミサイル前段の発射完了。攻撃効果を確認せよ。ンスは来る。解消。全力稼働しても全力稼働ではない。ミサイルを発射。ちだ。攻撃開始。 UAV の撃墜を確認。冷却完了。手法撃破始め。ミサイルの3番0トリガーに続け。注意、敵に捕獲されている。ストライダー1ボックス。ストライダー1がレールガンを破壊。いいぞ、牙を一本だ。ダメージは深刻なはずだ。すべてのレールガンを破壊。トリガーがやつの両腕をもぎやがった。油断するな、相手は化け物だ。腕が2本とは限らん。手法に声を失いました。息が取っているすべての兵器、参謀船に向けて発射。他の航空機はいい。ダメだ、降伏した者は攻撃できない。国際法に抵触する。国際法がそんなに大事だよ。法を無視したら軍人じゃなくなる。なら軍人なんかやめてやるぜ。攻撃禁止。ロシア情報局の分析官です。艦長、オーレットでの終末誘導は妨害しています。着弾はずい。ロシアでやろう。それが法律上じゃないの話だ。死刑の中、30キロ先の敵艦を狙って撃ったことがある。ひどい高波でな。それでも2発に1発は当たった。問題です。あなたの計画はエレガントだった。答えはイエス。でもそれを三本線が踏みにじった。貴様に美しさの何が分かる。敵に降伏の意思はない。止めるんだトリガー。後進に攻撃を当てるんだトリガー。急いで。なんでトリガー。攻撃を中止せよ。お金金を武器を押収してオールと見つかるまでで敵を離れた100万人を殺せ。一方、ある者はみんなを導きます。自ら先頭に立ち道を照らす、その背を追う者は思うのです。あの人についていけば大丈夫。クイズのように答えが一つとは限らない時代です。明かりを掲げて導く者が英雄として求められています。詩人だな。息子に聞かせたい話だ。そしてデイビッド、作戦は終了だ。帰還せよ、帰って休め。やれやれ、これでやっと食べられる。すまんがそこのハンバーガー、あとナイフとフォークを取ってくれ。俺も早く戻って飯が食いてえ。ワクワクしてきたぜ。おい、ふざけてんじゃねえ。カッカするな風車。俺たちがしくじれば何が起こるか、それはちゃんと分かってる。作戦成功を宣言する。今度こそ喜んでいいんだな。ああ、よくやった。次のミッションは32時間後だ。こんだけはっきり見えたんだもんね。大丈夫だ、アレックス。2時間おきのモーニングコールはもう必要ない。デイビッド、サマリーだけでいい。レポートをなるはやでくれ。大統領にお渡しする。おかげでこっちは80時間寝られなかった。78時間52分。オーケー。さあ、あとは結論だ。3本線がシンギュラリティだとして彼を排除しなくても良い理由は、3本線が参加した全作戦で実際に観察されたことがある。調査対象の行動を模倣する、またはフェイク行動をする従属対象の生産率は高まる。もう少し官能的に。トリガーについていけば生き残れる。彼はみんなを導く。本当に君にしては論理的じゃない結論だ。へへへ。今の君の笑い声なの？